私にもスペイン語で愛を語ってもらう。はいはい、小林君にちょっと隣行きなさい。はい、ありがとうございます。どうしようかな、作業してていいのかな。ちょっとこっち見てもらっていいですか。はい、ドキッとしちゃいますね。はい、ケオホスタンボニタスティエネス。なんて言ったんですか。目を見ていただいたじゃないですか。はい、なんて綺麗な目をしてるんだろうって言ったんですよ。でこれ意味あでなんかそうそう、グラピアスっていうのはスペイン語で、はい、よくご存知で、結構ワッパエレシ。グラシアス。何歳？今なんて可愛いんだろうって言ったんですよ。いやもうすいません。こうやって今まで。いやいや、スペイン語で口説いても日本の女性わからないじゃないですか。そうですよね。いやそれを日本語に置き換えたりなんかしてる。いやいや、こんな臭いことは言わないですから。向こうから来るもんな。来ないです来ないです来ないです。確かに。やったやった。本当に来ないですよ。余ってたら。残念ながらただいま持ち合わせております。あそう、この番組は水と生きるサントリーの提供でお送りします。さっき言ったかもんだけどさ、はい、モテるだろう。本当にモテないんですよね。本当です。それじゃあこれから取り調べに入る。お願いいたします。被告は、はい、嘘をついてますね。僕は真実しか述べておりません。目に嘘だと書いてあります。僕の目は嘘はつきません。本当に彼女がいないんですか。神に誓って2年間彼女はいません。事務所にそう言えと言われましたね。事務所は恋愛 OK です。そうなの。はい、彼女できたら教えてね的なスタンスなんで。寂しくない。寂しいです。夜寝てる時とか寂しいですね。なんで笑うんだろう。あれおかしいこと言いました。そりゃそうだろうな。僕ですね、ベッドが大きいのが好きで、おうおう、でクイーンサイズのベッドなんですよ、うちが、うんうん、来ても友達、男の友達と3人で寝たりとか暑苦しい感じで、はい、そんなことないんじゃないの。僕は大きいベッド好きだよ。本当ですか。おう、じゃあよかったら今度うちに。困るの。はい、いやいやいや、それ例えば今度じっくり恋人ができたらさ、はい、どんなことしてみたいとか思うの。そうですね、銭湯とかに彼女と一緒に行って、うん、でなんかこう、まあ、どっちかがこう待ってて、あどっちかが待ったごめんねみたいな、待ってない待ってないみたいな。練習してみる。練習。小林くん貸し出し。あ、本当ですか。はい、貸し出し OK です。あ、貸し出し OK。1週間で5000円なんです。5000円。あの、え、俺の中で結構高いと思ってます。あなたはもう忘れたかしら。遅いな、マヤ。赤い犬だかな。マフラーにして。今日何食べようかな、マヤと。ま、マヤが作るもんだったら何でもいっか。ごめんね、待った。全然待ってない。本当。でもちょっと遅くなっちゃって。うん、大丈夫大丈夫。かわいいかわいい。え、ごめん、かわいい。大丈夫。かわいい、ごめんね。マヤかわいい。知ってる人。うん、全然見たことない。ストーカーかな。怖いね。怖いね、うん、でもなんかちょっと冷たくなってない。大丈夫大丈夫、今マヤが来てくれたからすっごい暖かくなった。じゃあ帰ろっか。帰りましょうか、うん、俺子供忘れちゃった。